ねえ、なんで散らかすと？で、糸じゃん。さすがにやばいな。これでできんかったもんね。あへよ。イエーイ、やりたかったせーの、えすごい、あんなに汚かった部屋がこうなりました。じゃあカエルの子はカエルぴょん。ねえ、なんで散らかすと？もう知らんよ。ママ、ママ、またパパプレイにしが散らかした。え、この間片付けてあげんかった。よね、片付けたのにまた散らかしとった。上行こうか。そんなすぐ散らかすっちゃろうね。ね、開けるよ。せーの、じゃーん、やばー、もう足の踏み場がないやん。なんしょ、ひろちゃん助けて。もうさ、何回も片付けさせられるけん、もういとこんちに泊まってくる。ちょ、マジ、糸ちゃんって、マジで、糸ちゃん、お願いで。いつも糸がやってくれてんのにね、反省してもらわないかんね。ゆっくりしておいで。ありがとう。あの、きちんとパパにも怒っとって。言っとくね、ママから。うん、でないとさ、あの、パパたち反省せん。そうよね、毎回やもんね、さすがにね。寂しいけどね。じゃあね、ちゃんとやってね。楽しんでいきます。糸ちゃん待って、糸ちゃん待ってって、糸ちゃん待ってって、マジで、ね、一回集合、みんなこっち集合。さすがにやわ、やばいな、うん、俺たちの救世主がよらんことなんだな。さすがに、あれはなくない。なんですぐ散らかすの。めんどくさいし、片付け方わからん。使ったものをちゃんと直せばいいだけやない。あー、典型的に片付けられない人たちや。もうね、糸ちゃん、さすがに何回も片付けしてくれてたけど、もうこれで多分もうやってくれないと思う。これを機にちゃんとちょっと部屋の収納を考えなきゃいけないんじゃない？あ、そうやな。じゃあさ、あ、前からちょっと気になってた収納があるから。ああ、あれ？保留してたやつ？そう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 。一旦見に行こうか。行く？うんうん。さすがにやらんとまずい。ちょ、やばい。さすがにもうやばいな。もうめっちゃ反省しとったんだ。頼り切りは良くない。じゃあ、行こうか。はい。はい。行きますか。行ってみましょう。レッツゴー。糸が来ましたね。イエス。このタイミングしかない。これでできまたもできる。気合入れていこう。いやー、やっぱ実際見るとやっぱなんかすごい収納のイメージ湧くな。楽しかった。楽しかったな。お札作ろうか。でもやっとなんか俺たちのなんか収納のイメージが。ね、綺麗な感じになるのイメージは。おしゃれになりそうだったね。ちょっと井戸ちゃんが帰ってくるまでにちょっと作り上げよう。うん、片付けよう。おっ、えっ、一応やってくるの。え、ちょっとあれだね、一旦何もない部屋にしよう。そうやな。うん、じゃあちょっと一回片付こう。はい、せーの、久々に見ましたね。ということで今回は
ろうか。マルちゃんだな、すぐでいく。これなんかねえ、どうしようもね、いっぱいつくだもんね、カラーもくれてね、だよ、ニトリラグやと思う。スタートしました。じゃじゃーん。おー、ユニチよー、締めれちょ。楽しみね、ニク。ね、ねちょっとユニちゃん会いたいね、もう楽しみね。朝やもんね。まあ明日です、うん。こちらに届きます。ちなみにこちらは、テレビと、下にはあのゲームソフト、置きたいと思います。でよ、このマルチ本棚、別売りのガラス扉をつけることで、飾り棚としても、本棚としても両方使えるけめちゃくちゃいいやろ。でさらにね、さらに上下左右ね、組み合わせ自由やし、隙間もぴったり、隙間なくいける。本棚の位置も変えれるとめっちゃいいやん。めちゃくちゃいいやろ。そう、高さとか自由にできるね。フィギュアの高さによって。そう最高です。アレンジできる。あのさ、これ引っ越しの時から気になってたやつなんやけど、まあ、結局さ、いや引っ越しの時にみんなからいらないものを、そうね、時間なかったし、ね、寄せ集めてやったもんやけど、結局散らかりやすい部屋になってしまったんやけど、まあ、今回ね、まあ、これを使って、どうなっていくかっていうのをね、ちょっと皆様に見せたいなと思ってます。楽しみです。お楽しみ。よいしょー。すごいすごいの来たよ。わお、 A さんがいたもん。ちなみにな、この商品のいいとこなんだけど、1つ目、プラスドライバーだけで組み立て簡単。2つ目、壁にも穴を開けずに壁面収納を作れる。3つ目、壁を有効利用して高さを使って収納できる。おお、という手軽さで設置できるんで、この動画を見てくれているどのご家庭にもおすすめできるなと思いました。ドキドン。ここからさらによ、このワイヤーシェルフ M ポルダのいいところなんですけども、はい、用途に合わせて追加パーツと追加棚板を使用して2連3連とつなげていくことができるんです。すごい、すごい、もっと恐ろしい。そういうことや。追加で、こちら、こちらで、追加や、我が家も2連をやってみたいと思います。やったありがとう、ありがとう。これでいいとビビるな。どうも、どうも。あ、上手上手。うまい。ダメ。連結しております。はい、じゃあ、カフェー完成。ただ、これだけじゃないんです。あと他にもいろいろとカスタマイズパーツも豊富で、追加のパンチングボードや追加ユニット、追加棚板があり、さらに部屋の飾りも有効利用したい人はコーナータイプもあったよ。感じだったね。オプションもね。まして。え？え？気づいた？気づいたね。これはなんと
行くよ行くよ。はい。じゃじゃーん。デスクだ。じゃじゃーん。チェアもね、実はね、タイムリーお願いしておいて。これより板を上げるとこれチュッと入るサイズがね。壁面収納するならデスク一体型にしたかったから、ママも欲しかったからということでね、はい、うちはねこのパターンにしたんだけど、うんうん、いろんなパターンができます。例えばこんなパターン、さらにこんなパターンとかね、もうねいろんなパターンができるんでね。そう、部屋にやった、まあ、あったね、そうカスタマイズができるからね、すごい便利だと思う。すごいね。すごい、座ってみる。あ、いいんじゃない。はい、ということで、本物をねちょっと収納していこうかなと思っております、はい、で、まあ、こんだけのね、まあ、ラップとかいろいろ収納いただいてるんでね、箱とかいただいたんでね、はい、早速だからちょっとイメージ置いていこうか。うん、ちょっとイメージしてみ。どこ？いやいや、どこに道具かなみたいな。まあ俺はなんかこうこういうところにこうあってもいいんじゃないかな。あ、そう、まあね、タグはいいと。タグはとりあえず、うん、とりあえず後でタグ切る。うん、いい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 、2個入るよ。デリフィー、いいいいいいデリフィーよ、かわいい、いい、はい、あ、ケーブルね、賢っ。オッケー、イメージついた。イメージついたな、エリシー。何が何、どこに入れるかもう分かったなめっちゃいい。はい、ということで、はい、ということで、引き続き収納を頑張っていきたいと思います。はい、ということで、はい、収納終わりました。お疲れ様でございました。めっちゃ収納分かりやすくなってよかったね。やばいね、かなりいっぱい置けるしな。なるほど、が早く見たいね。見せたいね、確かにびっくりするぞ、絶対びっくりすると思う。ビフォーアフターはですね、糸ちゃんが帰ってきてから皆様にもお見せしたいと思います。おめでとう。イエーイ、会いたかった。久しぶりみたいな感じがするわ。ねえ、1日やのになんかえらい長かった。このプラトークごめんな。いいよ、ババたちで片付けだけど、見てもらっていい？見たい。見たいよね。いたちゃんがおらんで片付けができたか。行きますか。オッケー。させて、じゃあ行きましたね。行くよ。まだよ、まだよ。絶対まだよ。絶対まだ見らんね。まだよ。そのまま入って、目閉じたまま。あ、ちょっとママ先行って。ママ、ママ先行って。せーの。素晴らしい、ね、素晴らしい、おー、褒めの言葉いただきました。ということで、あんなに汚かった部屋がこうなりました。じゃーん。どうでしょう。すごいですね。どうですか。すごくて、なんか何も言えない。いやね、もう収納の場所をね、やっぱ決めながら作ったからめちゃくちゃ綺麗になったとよ。もう、いとちゃんには迷惑かけんけんね。絶対だよ。はい。はい、ということでね、今動画を見てくださってる方もね、ぜひ夏休み近いんで、あ、そうやな、お休みの日にはね、家族でお部屋の模様替えをしてみてはいかがでしょうか。ぜひね。はい、ということで今回ね、我が家が使った壁面収納のね、家具たちは概要欄に書いてますんで、ぜひチェックしてください。大丈夫だよ。うちも模様替えしたいな。したくない。したくなってるやん、それ。あ、じゃあ、いとここもらえます。いや、ちょっと待って、ほんまやめて、ほんまに。聞いてるのはええけど、ほんまやめてくれ。いや、やめてくれ、ほんまに。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちら。おすすめの動画はこちら。それと SNS も登録してね。